J1 昇格にリード信号が灯ってしまいます。さあ速いボール、先制のアッソ熊本、やはりエースだ高橋豊。あのポジションの取り方が本当にうまいですよ。あのゲーム通してね、流れからしてももうこの1点がすごくね、いやーここまで集中していた湘南ベルマーレですけれども、ふとそうですね、ぽっかりと何かそこだけ空いてしまった感じがあります。でもいいボールでしたよ今のリプレイ。山本翔平から高橋、あフォワードの石原が高橋にマークについていました。いいところに入っていきました高橋、はい、ここでもね細かいことなんですけど、はい、1人がスッと下がってるんですよ、そこにディフェンダーがスライドでも高